ビバプール新監督が6番について本音を語る。遠藤航の起用はあるのか。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。今夏何かにつけて遠藤航選手に関するネガティブな記事ばかりが出回り、心を痛めているファンの方もおられるかと思いますが、リバプール新監督アンネ・スロット氏が今季6番の選手起用について語ったようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事は超ワールドサッカーから。リバプールのアルネ・スロット監督が6番ボランチアンカーのポジションでの選手起用について言及した。クラブ公式サイトが伝えた。プレミアリーグ開幕を1週間後に控えた中、リバプールは11日にアンフィールドでセビージャとのプレシーズンマッチを行った。主軸がメンバーに並んだ中、日本代表ミッドフィルダー遠藤航はメンバー外という苦しい立ち位置に。構想外という見方もあり、1年での退団も噂される中、開幕1週間前でのこの立ち位置は厳しいと言わざるを得ない。試合はモハメド・サラー、ルイス・ディアス、ジオゴ・ジョタを並べたリバプールが前半から圧倒 4-1 で見事に勝利し、イプスウィッチ・タウンとの開幕戦へ弾みをつけた。この試合ではアンカーにライアン・グラフェンベルフを起用し、アレクシス・マク・アリスター、ドミニク・ソボスライがインサイドで起用され、昨季の遠藤の位置だけが変わっていた状況だ。一方でリバプールは同日にダブルヘッダーとなり、別チームでラスパルマスともプレシーズンマッチを実施。遠藤はアンカーで出場し、カーティス・ジョーンズ、ハーベイ・エリオットと中盤を構成。アンドリュー・ロバートソンやイブラヒマ・コナテ、ダルウィン・ヌニエス、コーディ・ガクポラと先発出場。試合は0-0のゴールレスドローに終わった。2つのチームを作り2試合を戦ったスロット監督。試合後にアンカーのポジションについて問われ、常に最高の選手を送り出すつもりであることを明言した。我々が起用できる選手、そこで試した選手に関係していることもある。これまでは遠藤航、ライアン、グラフェンベルフをそこで主に見てきたと思う。そして前の試合ではドミニク、ソボスライも下がってプレーしていた。しかし現時点でどの選手がどこに最も適しているかについてはかなり良い考えを持っている。ただ一部の選手と共に練習したのは1週間だけだ。そのためこれが最高の6番だと感じることもあるが、他の2人との組み合わせがうまくいかない可能性もある。今日プレーした選手が来週その次の週にプレーするというわけではない。我々はまだどの組み合わせが我々にとって最高なのか、どのラインナップが最高のチームになるのかを常に評価している状況にある。今日それを見たが、来週も同じというわけではない。今夏就任したスロット監督はユーロ2024やコパ・アメリカ2024があった影響もあり、全ての選手をしっかりとまだ見られていない状況。個人の問題、組み合わせの問題で最適解を見つけるとしただけに、昨夏同様に遠藤はプレーで信頼を勝ち取っていくことになりそうだ。このように伝えています。リーグ開幕を1週間後に控え、ある程度の形は考えていると思いますが、スロット監督としては現在さまざまな組み合わせを試している最中といったところでしょうか。もちろん現在久保選手の同僚ソシエダのスビメンディ選手獲得に向けて動いているとの噂も流れており、そういった面からも流動的なのかもしれません。ただ言えるのは、もし仮にリーグ戦序盤で遠藤選手が重用されなかったとしても、長いリーグ戦、そしてカップ戦やチャンピオンズリーグなど多くの試合を控えており、必ずチャンスは巡ってくると思います。では次にこの記事に対するネットの反応を見ていきましょう。中盤の構成としてはマカリが前の一枠はほぼ確定で、その相方は6番誰する問題によって変わってくる感じですかね。スロットがクロップサッカーを継承しつつさらに攻撃的にする選択をするのか、それともなんだかんだで昨季相性良かったマカリ・ソボ・エンドウを選ぶのか楽しみ。中盤はソボスライ、マカリスター、カーティス・ジョーンズだろう。スロットのシステムだとアンカーは守備的な選手ではなく、ボールの扱いがうまくてパスワークの中心になれる選手だ。相手によっては対応を変えるから、オプションとして守備的なエンドウの起用のパターンも用意しているという感じか。長いシーズン待望論は必ず出てくる。最初は序列が下がったり、
メンバー外もあるかもしれないが、来たるべき日に備えて準備はするはずだよ。スロット監督にとっての最適解を探すのが今のシーズン。もう欧州のクラブならどこでもやってる当たり前の行動。補強がどうなるか、スビメンディが来なければ誰を取るのか、それともスビメンディが来るのか。メンバー見るとセカンドチームにしては豪華すぎるので、2試合するためにバランスよく分けただけですね。スビメンディのフレーズを引き出そうとする質問してたんだな。スビメンディがダメだった時の B プランの選手もいろいろと出てたしね。プレシーズンマッチのうちにいろいろ試したいんじゃないかな。ただそれだけだと思う。遠藤ならきっと今の評価を覆してくれると信じてる。頑張れ遠藤。さまざまな声があるようですね。リバプールがスビメンディ選手獲得かの方が出てしばらく経ちますが、今度はソシエダがスビメンディ選手引き止めのために新たな契約を用意しているとの噂も。このあたりの駆け引きの結果どうなるかは正直わかりませんが、いずれにしてもイングランドのような過密スケジュールのリーグでシーズンを通して一つのポジションを一人や二人で回せるほど楽ではないのも事実。うまくローテーションで回しながら様々な選手にチャンスを与えてほしいとスロット監督には期待したいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。